これ片手は開けにくいんです。こんな感じ。これが213円。まず水ハイボール作ってるからな。よいしょ。みんな乾杯な。乾杯。ハイボールはちゃうな。ほんでこのハムですね。こっちのハムのやつ全然入ってない嫌がらすぎだよ。なんか返事をさせようとしてるみたいな感じが。ちょっとちっちゃいでこれ。ない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 。170しかない。これ、ちょっと小さい。このハムは大きい。結構これは入ってる。味は、ラムの中ではトップクラスに美味しい、これ。見つけたら買った方がええんかな。どんちゃん騒ぎってことじゃないな。ガタイがいい。いや、俺何もしてない。音楽活動かな。確かに硬いよな。引っ越しとかやっとって、地下仕事とかも今もそうやし、硬い人って、大体みんな腰壊すねん。なんで腰悪するやろ。ケメン、ありがとう。ありがとうだ。ハイボール2杯目ですね。大黒様のナポリタン。大黒様の濃厚ナポリタン。おいおい、こんばんは。大黒様の濃厚。もういいや。切りそうだよ。そういえばさ、ドラえもんの、のび太の声優さん亡くなってんだよな。もうそうなんや。でも顔変わったから前の人やねんな、多分な。88歳やったから。じゃあまあまあ、やっぱり人が亡くなるのは悲しい話だけど、僕は思うねんけど、何歳まで生きたら長生きなんやろうな、って思うね。いまだに今年で39やから、50ぐらいまで生きれたら長生きなんかな、とかたまに思うねん。俺はな、みんなそうか知らんけど、あれはそんな話するうちに大黒様の濃厚ナポリタンを分けていけますよ。タラララタッタタ、これが大黒様の濃厚ナポリタン。あ、おいしい。あ、めちゃくちゃおいしい。おいしいよ。こんなおいしいナポリタン食べたの初めてだ。はい、食べていくで。何も落ちないよ、これな。まあ、癖になる味で、まあ、値段が安いからもあんねんけど、このね、濃厚ナポリタンはね、めちゃくちゃ美味しいんか、だったら違うけど、値段で考えたら、まあまあ、
あの、カゴの中入れとくかみたいな感じのやつで。なんていうんやろう、ボソボソでこれが。結構正直な人やから、美味しかった、美味しいって言うし、美味しかった、うん、って言うてんのが確かやな。スパンチと、正直な感じで。はい。いや、さってことで、大黒様ナポリタン。いや、でもそのままさねやでな。まあ、全然どんちゃん騒ぎするんじゃなかったけど、もう、はい、ごちそうさまでした。おんけ弁当です。ナモンのこの視力センサー、全然どんちゃん騒ぎの気分じゃなくなってきてるけど楽しもうとは思ってないけど唐揚げが4つ、なんかそのパスパスのなんかパスタもどきが中に入っていて、このこれなんていうの、なんかジャジーやつやろご飯に、ごまが乗ってる。で、漬物もごめん、バイクで来たから、取れたけど。これが好きな感じなんですか？僕も唐揚げも、すごいこのこだわりが強くて、でも美味しいですよ。僕もその美味しいの基準がひどいから、うん、なんかね、僕ね最近気になってるものがあって、要は業務スーパーとかあんもんには行くんですけど、この前ねドン・キホーテ行ったんですよ。メガドンキって惣菜売ってるんですよね。で、メガドンキーの惣菜を買ってこようと思ったら、これでっかいやつがあって、まだやっていいやなこんな感じでやっていいや半額シールがつくかどうかちょっと知りたいのもあるし、おそおそで行って、半額シールがつくんかどうかわからへんけど、なんか3割引きのシールを貼ってるの見たね。うん、考えてるんですけど。まあ、で友達が、で俺はもうフードファイターじゃないし、俺食べる動画する人じゃないから、本当はタチコさんっつって、このチャンネルもタチコさんのやからがやってるから、お手伝いやってるだけで、なんかそっちの方が僕も上がったりとかするんで手伝ってるだけなんですけど、最近歌動画とかも上がってきてね、なんか やっとっていうか、ちょっとずつちょっと上がってきて、インスタとか TikTok もね、なんかずっと食べる動画しか上がらへんなぁとかいうのが続いてたけど、やっと歌動画も上がってきたなみたいな。食べる動画は無敵に上がってたけど、なんか昔から。いいじゃないですか、この地元とか、よく行く人が、これも量が多いんで美味しいとか言うと、ねえ、外れがあんまないでしょうかな。大体ネットで溢れてる、美味しいとこあるじゃないですか。
あれはもう大体嘘が多い大体嘘が多いよ。ほんまにこう、ね、TikTok とかの美味しいとかって当てにならへんのか。だってさ、例えばですけど、ちょっと極端な話だけど、500円とかで唐揚げがあったとして、めっちゃ量が多いとか、もう美味しい唐揚げ作るの難しいと思うねんな。例えば唐揚げとかのギリやけど、とんかつとかなってくると、やっぱ値段と比例するのは確かなんかな。高かったら美味しいし、安かったらまずいっていう、その図式ってあながち間違ってないなとも思うんですよ、言い始めたら。ね、でも僕も安いもんしかいつも食べに行かへんから、収益狙ってるわけじゃないから別に。いや、チェーン店チェーン店みたいになってしまうんですけど、まあ、なんか美味しい量が多くてやったらいいんかなと思って。なかなかみんな教えてくれへんから。なんでさ、なんでっていうか、この麺にね、食べていきよ。